いや、今日のねねちゃん面白いね。そう？なんか楽しい話教えようと思ってたの。あ、みなさんこんにちは、はなかっぱです。あ、ねねちゃんよ、今はなかっぱと二人で遊んでたの。あ、ねねちゃん、ちょっとトイレ行きたくなっちゃったからトイレ貸してくれる？いいわよ、行ってらっしゃい。行ってきます。あー、はなかっぱ楽しい、最高。うわー、え、はなかっぱどうしたの？ね、どうしたの？大変だ、大変だ。どうしたの、はなかっぱ？あー、ねねちゃん、お水流したらお水が溢れてきちゃった。あー、大変、どうしましょう。どうしたのかな、トイレ詰まっちゃったんだね、きっと。あー、困ったわ。そうだ、こういう困った時にはあの人を呼べばいいんだ。あの人？そう。助けて、助けて。僕、アンパンマン。はなかっぱくん、どうしたの？あー、来た。なるほど、この人ね。あのね、アンパンマン、トイレが詰まっちゃったみたいで水が溢れてるの。え、トイレが？あ、ほんとだ。そうなんだ、僕が流したらこんなになっちゃったんだ。僕、したのは父の方だったんだけどね。そうなんだ、ごめん。僕、元気100倍でもトイレは直せないんだ。本当にごめんね、二人とも。じゃあパトロール行ってきます。あー、アンパンマン。はぁ、あ、アンパンマンもダメなのね。どうしよう。はぁ、あはあ、思い出したわ。あの人が、人？わかんないけど、あの人が最近何でも屋さんを始めたらしいの。何でも屋さん、ちょっと待ってて、連れてくる。ねねちゃん。ガラピコです。こんにちは。今日はガラピコ、お店が休みなので散歩中です。なんか楽しいことないですかね。ガラピコ！あ、ねねちゃん、どうしたんですか？ねね、ガラピコって何でも屋さん始めたわよね。はい、始めました。資金が必要なんですよ。そうそう、それでお願いがあるの。仕事ですか？今日は休みなんですけど。お願い、お願い。わかりました。どうしたんですか？いいから来て、いいから。こっちこっち。あ、そんなに急がないでくださいよ。こっちよ。ピッ、あらかっぱ、こんにちは。あ、ガラピコ、見て見て、これ。トイレが詰まっちゃったんだ。そういうことですね。では、ガラピコ、直します。よいしょ、お二人は見ててくださいね。わかった、よろしくね、ガラピコ。はい、任せてね。それでは修理を始めます。まずはこの水を拭き取ります。よいしょ、よいしょ。次に中を見てみましょう。よいしょ。何ですか、たくさんいろんなものが詰まってますね。まずはこれです、キノコ。ねねちゃん、何をしたんですか？あー、キノコ探してたの。はあ、次は、え、何ですかこれは。トイレの中にトイレがあるじゃないですか。まさかこのトイレの中にもトイレが入ってるんじゃないでしょうね。開けてみるとメロンが入っていました。どういうことでしょう、これは。もうねねちゃん、しっかりしてくださいよ。もうごめんごめん、なんか入れちゃったんだね、きっと。入れちゃったんだね、じゃないでしょ。ほら、こんなクリスタルも入ってますよ。あー、すっかり敵に奪われたと思ってた。なんですか、敵って。もう、次次。なんですか、これは。お鍋が入っていました。もう、ねねちゃん、そんなもの入れてたの？まあね。入ってない。はっ。びっくりしました。あ、かわいいうさぎさんです。あー、この子もどこ行っちゃってたの？もう。どこ行っちゃってたのじゃないでしょ。次は、パンです。もう、何なんですか。そして、これは何ですか？ガラピコ知りません。何ですかね、これは。何なの、これ。何ですか、はなかっぱ。あ、これホタテの貝柱だよ。ホタテの貝柱。はあ。ああ、やっと最後ですね。ペンギンさんです。ああ、ねねちゃんはもう、よし、ちょっと流してみましょう。
治りました。よかったですね。よかったですね。はあ、疲れました。よかったね、ねねちゃん。はあ、ガラピコ、本当にありがとう。いいえ、これからはトイレに物を入れないようにしてくださいね。はあ、そうするわ。なんだかたくさん入ってたわね。でもまあ、治ってよかった。ごめんね、はなかっぱ、びっくりさせて。はあ、びっくりしたよ。でも本当、治ってよかったね。ガラピコ、ありがとう。仕事ですから。みんなもトイレの中に物を入れないようにしてね。詰まっちゃうからね、大変なことになっちゃうよ。それではさようなら、またね。バイバイ。はあ、疲れました、ガラピコ。